どうもおはようございます。本日は11月2日朝6時の相場解説になります。まずデイリーから見ていくんですけども、えー、上昇トレンドの中で下落していた勢いがものすごく大きかったんですが、まあ、ここからですね転換を始めて今また上昇の流れに乗ってきたんではないかなと思われます。で最近のこのこ 陰線ですけども下ヒゲを大きく出してますんで、えー、これからね少なくとも下に向かおうとするエネルギーは失われてるんだろうなとひげに支えられてこれからさらにね上昇してこちらの、えー、抵抗をね何、えー、ですかね、まあ、力点を越えて152年に向かっていくというふうに大筋でシナリオを書いております。4時間を見ると えーっとまあ下落はね大きかったんですけども徐々に回復していってえ今のところね148円の218ですか,か昨日147円台だったんでまあ回復を見せているところかなっていうところですねでまずはね4時間はここを超えるかどうかなんですよね今148円台入ってますけども148円の前半から148円の後半に今日進むことができるでしょうかっていうことでございますまあ今日はエントリーするとしたらやっぱりねあの倍 の方向になるわけですけども、まあそのね上限がだいたい148円までに出てるかなってことですね。だからこれ148円を割って147円台に入ることはまあないだろうというチャートの形ですので、えー、倍に入る場合はあまあそこそこのね、えー、こう上昇を期待してもいいんじゃないかなと。まあ実際に入るのは1時間軸なんですが。 あんまりでもはっきりとしたテクニカル出てないですね、どれもね。うん。えー、これもそうなんですけどもね、包み足が出てるくらいですか。包み足が出ていて、大きく上昇するエネルギーが、まあ、ここでね、大体決済されて失われてきたってことだと思います。これは、おそらくここ。え、う、え、ん、あの、ここで一瞬、レンジができましたけども、覚えてますレンジができましたけども、ここをブレイクアウトして、 えー、そしてもう見えてないですけどもこっちの方ですよねこっちの方にね同じようなこのここと同じような形の、まあ、いわゆるゾーンがあるわけなんですよこういうふうに伸ばしてきている。でこれに当たって覚えてますこの三角形が終わって下の方に行っちゃったってことなんですよね。で今上昇して多分これもね 抜けて上の方行くと思うんですけどもそうなると大きくここにレンジができる形になるんですが多分このレンジはそんな使われることがなくって、まあ、できるとしたらこの上にね抜けるとしたらですよこれが上に抜けるとしたら今度はこういうふうなレンジになるんじゃないかなと思うんですよ40ピップスぐらいの薄いやつでそこを破って上に行くか下に行くかっていうふうなことを見ることになると思います、うん でなければ素直にここをすぐ抜けていってですね148円の80とか90とかに浮いていくって感じでしょうかねうん、まあ、そんな感じかな見えるシナリオは、うんまあ、ですんでちょっともう一回戻します1時間をじっくり見ていきますけども今ちょっとね上昇の流れが一旦止まってるわけなんですよここで、うん、理覚とかが入っちゃってね でまあ、上下拮抗してる状態ですんでこの拮抗状態をどういうふうに抜けていくかによって、えー、このレンジなのかこのレンジなのかってことが大体決まっていくと思いますで上のレンジの場合いつまでもレンジの中でねグルグルするんじゃなくてこれ多分抜けていくでしょうね そういう風にシナリオを書いてますということでございますさあそれでは数時間これが本当にそうなってるのかどうなってるのかってことでございますでエントリーをする際はあのリスクの取れる方は倍でエントリーすればもういいと思います30ピップスぐらいは今日の午前中取れるんではなかろうかと思いますはいまあちょびっと入ってみようかなと思いますけどね